ゃこんにちは、豊さん。はい、はい、最近のニュース、最近のニュースな、はいはい、気になるものをピックアップしていきたいんです。まずお伝えしておかないといけないことがありますね。はい、はい、1月15日、牧選手、ドラフト2位ね、今年入った中央大学後輩、はい、から電話がありました。もう YouTube を見て、慌てて電話してきたという、ご挨拶をしてきたというね。はい、まあでも、声は弾んでたし、なんかこう、やる気に満ちた声を聞けて、すごく嬉しかったし、やっぱまあ同じ大学という釜の、同じ釜の飯を食ったというね、まあそういう、まあ後輩ということなんで、うん、まあ応援してますよ。それと牧の実力から考えると、はい、今年から出そうな感じもするし、だからいいキャンプでね、いいアピールをして、はい、まあ2月7日かな、うん、早速紅白戦が1軍と2軍の、はい、まあおそらく若手でやると思うんだけど、はい、まあいろんなところでアピールしてってね、頑張ってほしい、頑張っていってほしいと思いますよ。はいね、はい、突然電話かかってきた。突然電話かかってきた、慌ててね、お前 YouTube 見て電話したろって、 YouTube で言っといたからさ、あいつ挨拶がないんだよなって言ってそうですね、慌てて電話してきたというね、はい、まあ可愛い後輩です。はい、応援してください。はい、さて、はい、他のニュースですが、はい、まず中日の大野雄大投手が開幕回避かというニュースがあります。開幕回避、して2カード目におそらく名古屋ドームで巨人戦を迎えての開幕カードになるんだよね。うん、でその時に大野雄大を持っていくんじゃないかという、はい、まあ、巨人に包囲網を引いていくんじゃないかというね、という書かれ方をしてたんだけども、やっぱりもう各球団がやっぱ巨人が優勝してる、やっぱその強いチームに対してどう戦っていくか、まあそういう、こう、大野をね、ずらしてでも巨人にぶつけていくっていうのは、うん、一つなんか、ペナントを盛り上げていくような、そんな感じもするし、はい、非常に面白い試みだなっていうふうにね、うん、開幕ってね、どうしても落としたくないから、まあ、エースで行きたいんだよね。だけど、やっぱり巨人を落とさないと優勝はないということで、まあ、巨人にぶつけていく構想があるというね。うん、まあ、でもそれぜひやってほしいなっていうふうに思ったね、うん、見た時には。はい。まあ、開幕投手じゃないっていうことに対しては特に大野投手は、いやいやいや、もうそんなことないよ。やっぱ大野の、あの昨年のさ、インタビュー聞いてると、はい、そのチームがいかに勝つか、うん、チームがいかに優勝できるか、はい、まあ、そういうことを考えてのコメントが多かったのね、ヒーローインタビューでも。だから大野は全然開幕投手にこだわって、うん、まあやりたいとは思ってるとはずなんだけども、はいはい、趣旨がそういうことであれば全然 OK だよっていうことは多分言うと思うよね。うん、そうですね。うん、さて次ですかね。はい、はい、で同じ日のニュースで12球団のキャンプが無観客ということで、そうだね、はい、まあ例えばさ、特殊、はい、まあ、守備の特別練習をやってる時にさ、ファンからの声がかかるんだよね。でノッカーとの掛け合いがあったりとかさ、おいなんだお前お嬢様かとか言われながら打たれたりだとかさ、そのなんていうの、会話が面白くてファンが湧くとかさ、それとかなんかこう毎年会うファンがいて、あまた来たのとかいうような話も、あ今年はもうできないんだなと思ってさ、なんかちょっと寂しいけどもね、はい、まあまあこれは無事開幕を迎え全試合、やるための準備だからね、はいはい、まあまあこれはファンの方も選手の方も我慢して、はい、ね、耐えてほしいと思います。はい、豊、はい、さんもキャンプの取材には行かないんだよ、ね、で結局、新聞の方も、テレビの方もやっぱり行かない方がいいという、まあ、行ったら行ったで迷惑かけるしね。でもし俺が行ったことによってなんか俺じゃないんだけどその時期にクラスターが起きたって言うとさ、非常になんか責任感じるしさ、はい、だからちょっと自重させてもらって、はい、でもその代わり全チーム、あのテレビで、ね、生配信してくれるということで、はい、まあ、それを楽しみに見たいと思いますね。はい、まあ、今の時期はどうしてもね、まあ気をつけないとね、はいはい、続いてのニュースが、あのジャイアンツのピッチャーで、はい、あの苦手なピッチャー、うん、あジャイアンツが対戦してね、対戦して、うん、ジャイアンツの選手が苦手とするピッチャーっていうのが出ていて、うん、出ていてね、それに対して梶谷選手はどうだったのかっていう数字が出てたんですけれども、まあそうだね、これがすごく面白い数字が出ていて、うん、例えば、まあ、ここに新聞もあるけどね、はい、うん、いや
だからジャイアンツキラーと言われてる投手がさ、はい、いて、まあ、あの石川ヤクルトの、はい、でチームで2割5分8厘しか打てないんだけども、梶谷が6割で、青柳阪神2割5分9厘しか打ててないのが、はい、梶谷に至っては7割2分7厘、うん、で高橋遥人、はい、これも阪神なんだけど2割2分5厘しか打てなくてチームでね、はい、で梶谷は4割2分9厘打ってると、はい、で遠藤広島2割1分しか打ってない、はい、これが梶谷は3割3分3厘打ってる、はい、で森下これも広島2割しか打ててない、はい、これが4割6分2厘打ってるという、はい、もう軒並みカモにしてるというね、はい、梶谷が、はい、まあこういう記事がこういう記事が出てたんだけど、でも梶谷がどうやって打席の中でそういうピッチャーに対してこう、うん、攻略法を持ってるかっていうことをみんなに言うとさ、それがヒントになる時ってあるんだよね。だから FA で打つ打たないかかわらずこういう情報まで持ってきてくれるというさ、だから DeNA のミーティングと巨人のミーティングっていうのは絶対違うと思うんだよね、各ピッチャーによって。だけどその梶谷が打ってるっていうのはやっぱりその DeNA のミーティングも良かったのかもしれないし、だからそういう情報交換というのがあるというのはやっぱこうそれだけでも取った意味があるというかね、これが一番バッターに座るとさ、まあ塁に出ていく確率っていうのはすごく上がるわけだから、それは相手ピッチャーだってプレッシャーかかるよね。だから非常にあのこの今名前を挙げた石川、青柳投手、高橋投手、うん、で広島の遠藤投手、森下投手、うん、は嫌だと思うよ。そうですよね、うん、巨人に対して相性が良かったのに梶谷が一人一番に入ることによって非常に嫌な印象を持つ可能性が強いよね、うん、だからこれは非常に面白い数字だなと思って、はい、まあ大体その巨人キラーと言われてるね人で、遠藤なんていうのは岡本は大嫌いで、うん、でもランナーサードで梶谷がワンアウトで外野フライでいいやって言ったら気楽じゃない少しはね、はい、だからそういったなんかこうつながりもできてくるかなっていうね、うん、非常に梶谷には期待してんじゃないの、そういうところも含めてね、はい、はい、またこれが梶谷選手が脅威というふうになってきそうな感じですね。そうだよね、はい、一番に入るとね、はい、また楽しみです、はいはい、でこの日に同じ日に、うん、トピックスとしては、うん、オリックスの吉田選手が、はいはい、あ契約更改の時に、はい、あの仮眠室を作ってくれっていうね、はい、面白いあの、はい、お願いをしたんだけども、なんかありそうですけどないもんですか。いや仮眠室っていうその特別なところはないよね。まあ例えば俺も夏場とか特にそうなんだけど、はい、疲れを取るためにちょっと10分でも15分でも寝たいなっていう時があってさ、はい、でそういう時っていうのはトレーナー室で寝てたんだけど、はい、でもそこはやっぱ治療優先の場所だから、うん、やっぱ来たら開けなきゃいけないんだよね、うん、でも本当に10分20分寝るのにそういうなんかアイスがあったりだとかちょっと、ま、もうなんていうの手足伸ばしてっていうんじゃなくてなんかこうちょっとリクライニングを使って寝るぐらいやったら一番疲れが取れるっていうんだよね。だからそういう部屋っていうのはあったらあ確かにいいなっていうふうに思ったよ、はい、だって俺も寝てたもんね。うん、もうすごい短い仮眠が、うん、あのパワーを蓄えるっていうふうに、そうそう、パワーナップってよく英語でも言われるように、そうだよね、いいって言いますもんね、うん、だからまあいい提案だなと思ってさ、うん、まあ、気持ちもリフレッシュできて、そうそう、ぜひ作ってあげてください、はい、で次の日のニュースになります、はいはい、あのジャイアンツドラフト3位の中山選手、うん、はいはいはい、中京高校から、はい、すごく走るのが早いんですけど、まあ、そうそう、まあ、原監督がね、うん、坂本勇人の2世だとか、うん、まあ、そのぐらいの素質がある、あと何年後には君たちが引っ張っていかなきゃいけないんだっていうぐらい、うん、なんかちょっと惚れ込んだというか、はい、で坂本選手の時もそうだったんだよね、はい、だからちょっと坂本見てくれ、うん、あれ坂本勇人って言うんだけどっていうふうに見た時に、はい、ああやっぱいい選手だなと思った、うん、まあ、原監督がそうやって言うっていうのは、はい、それらの素質を持ってる人だと思うんだよ、はい、で記事見たらさ、はい、足を速くするのに練習法として
車と競争してたと。そうですね、今 50m 走5秒9という足の速さを持っていて、そのトレーニングになっていたのが中学時代、そうそうそう、中学時代車と一緒に走ってたっつうのね。車相手にダッシュ1回20本程度やってたって。 20m をね、20本程度やってた。だから車と競争だよね、やっぱ競争相手がいるとさ、やっぱいいよね。競争相手の車っていうのはすごい面白いよね。まあそれは もちろん安全に気をつけてたと思うんだけど、はい、だけどやっぱりね、練習ってそうやって発想から生まれてくるんだよね、はい、で そういう発想っていうのは自分を高めてくれるし、うまくしてくれる。まあ俺もいろいろやってたもんね、はい、だって俺らの時代っていうのはチームもそんななかったし、はい、だからもう子供は子供っていうか仲間相手に野球をやるだけで、上手くなるにはどうしたらいいか、まあ、屋根の上にボールを投げて、瓦屋根だったからどこに落ちてくるかわからないボールをダッシュして取ってたとかさ、はい、だからいろんなやっぱ発想の中からは人って上手くなっていくと思うんだよ、アイデアね、はい、だからその中山選手は非常にいい感性を持ってんじゃないかなっていうふうに、うん、なんかこの記事を見ただけでも期待ができるという、はい、そんな気がします。柔軟な感じで、そうだよ、ね、いろんなことを取り入れてそうですね。そうだよね。だから車とダッシュして足が速くなったって、はい、いいことですよ、うん、まあ、期待しますよ、はい、で同じジャイアンツのニュースで、はい、ヒゲヒゲ問題にさ触れたんだけど、はい、オフの間坂本勇人もそうだし、岡本もひげ生やしてんだよねで俺もオフの間ちょっとひげをね、ひげで遊ぼうと思ってひげを伸ばしてんだけど、結構ひげ好きじゃんみたいな、ちょっとやってみたいなっていうのが、みんなやな、ちょっと色気持ってんじゃんな特にこうなんかこう規定の中でひげはいけないのかなみたいな空気だと余計、うん、まあ、やってみたいんだよね。で、まあ、岡本なんか28日にはしっかり剃りますよという話をしてたんだけど、はい、まあだけど何て言うんだろう、まあそういうね伝統はあってもいいとは思うけど、でももう個性の時代になってるからね、まあ、それが似合うんであれば、まあ、許してあげてもいいのかなっていうふうには思うけどね、まあ、それだけ選手がね、興味を持ってるんであればね、はい、うん、可愛いニュースだよね。そうですね。でオフにそうやって楽しめるんであれば、うん、またそれはそれでいいのかもしれないですよね。まあ、それはそうだね。オンとオフということで。そう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 。はい、のニュースですが、はい、日本ハムの生為選手。生為選手ね。はい。格言が取り上げられていて、でそれをちょっと刺繍でも入れてるっていうことが新聞に載ってたんですけど。まあいろいろグラブとかに刺繍するよね。はい、はい。はい、でそれを見て頑張れるというね、はいはい、豊さんありました、それの。俺は何だったっけな、俺はそういう言葉は刺繍にしなかったな、まあ、なんてしたの、この言葉は実力は努力の差、うん、実力は努力の差、うん、すごくいい言葉だと思うんですけど、実力は努力の差、はい、まあその運だけじゃないよとね、うん、努力をしないと実力なんかつかないよということなんだろうね、はいはい、ただこの言葉の出どころというか、うん、はい、誰の格言だったのかということがすごく話題になって、ね、話題になってて、これが元人気キャバクラ嬢エンリケさんの言葉ということでそれに感銘を受けてまあそうだね、はい、まあね、職業は高いどやっぱりいいこと言う人はいいこと言うよね、はい、だからそのキャバクラでもさ、なん飲み屋の姉ちゃんかって言うんじゃなくて、やっぱナンバーワン張るとかさ、はい、そうなってくるとさ、やっぱすごい努力もしなきゃいけないし、ね、やっぱ自分の時間を割かなきゃいけないしね、はい、で頭も使わなきゃいけないというところから、はい、やっぱこう努力の差っていうのはね、実力の差は努力の差、実力は努力の差、うん、そりゃそうだよね、はい、だからまあいいこと言うなと思って、そうですね、まあでもキャバクラっていうのがさ、その文字だけ取ると面白いよね、なんだろうって思いますね、なんだろうと思うんだよねだけどその俺が聞いた中では、死ぬこと以外かすり傷、はい、これ AV 嬢が言ったと思うんだけど死ぬこと以外はかすり傷、はい、そうだのみたいな、はい、ね、まあまあかすり傷程度はみんな追っていくよね、人生だから、はい、でもそのなんていうの、実力は努力の差っていうのはね、はい、でもそういうことが実現できれば、はい、ね、努力ができればその言葉でね、まあ勝っていけるようなピッチャーになるんじゃないかなというふうに思います。
まあいろいろニュースはありましたけども、はい、まあ、横浜のニュースがちょっとなくて、はい、あのもう牧選手からの電話っていうことで、まあ本当だよね。まあそれとコメント欄に髪の毛髪の毛って書いてあるけども、はい、俺ねこれはね坊主にしてただけで全部がなくなってたわけじゃないのよ。部分的にはなくなってたかもわからないけど、今ねあの特貫工事中です、はい、まあ、特貫工事っていうか育毛剤をこうちょっと試してるやつがあって、だけど伸ばしただけですよ今。伸ばしただけだよこれですよ、ね、あるんだよ。で伸ばしただけだとこのくらいはありますよね。このくらいはあるんだよ。もしかしたらそうじゃないものでこれから増えるかもしれないですか、うん、そうだよそれは楽しみですね。それはね、生えた時にご紹介します。はい。ね。はい。元がこれぐらいということで。そうです。はい。まあ、とりあえずニュースでした。はい。